どうも、今回はこんなものが届きました。これ早速開けてみたいと思います。オープン。うーわ、きたー。これですね、アップル社のノートパソコン MacBook Pro になります。いやー、やっと来た。めっちゃ待ちました。2ヶ月ぐらいかかりましたね、来るのに。いでよ。うわー、すげー。かー、来たこれ。うわうわ、なんかすごい四角い。きえー、かっけー。で、こっちは説明書とか、まあ充電器の類ですね。ケーブルすごい、めっちゃかっこいい。こんな感じの素材のケーブルがついてきました。まあ充電器はこんな感じと。でですね、これ MacBook Pro の最新のモデルにしました。でこれが昔自分すごい前に使ってた MacBook が、これマグセーフって言って、これ磁石でくっつく充電器のポートになってたんですよね。で今回それが久しぶりにまた採用されたという。ここをこうカチャッと、あ、これいい。ちなみにこれ、前まで自分が使ってた MacBook Pro になります。これはただの USB のポート、ここにブスッと挿して充電するタイプだったんだけど、今回、まあ、あの USB でも充電できるんだろうけど、このマグセーフが久しぶりにこう戻ってきたと。これちょっと個人的にはすごい嬉しいです。まあ、そもそもなんで、この MacBook Pro 新しいやつを新調したかというと、これだともう限界だからなんですよね。っていうのも、あの自分、まあわさび農家なんだけど、夜とかあの農業やってない時は自分、あのデザインの仕事とか、あと YouTube とか、あのイラストの仕事も実はやってるんですよ。で副業で、結構パソコンをこっちを使ってたんだけど、最近 3D とか CG とかそういう分野にもちょっと手を出し始めてましてですね、もうこれだともうダメなんですよ、スペック的に。こと YouTube に関してはもう自分、あの動画を 4K 対応したくてですね、あの綺麗な動画を撮りたくて、あの今まで 4K の動画ちらほら上げたんだけど、もうこれでは全然作業できないんですよ。もう動かない、編集ソフトが全然動かないんですよ。これもう 4,5 年前のパソコンかな、4,5 年前に買って、しかもちょっと妥協して、あのスペックそんなに高くないパソコンにしてしまったんですよ。なのでもう 4K の編集とかこれできたものではないと、ということで思い切って今回、もう 3D とかいろいろやるんで、そういう時にはもうスペックが必要なんで、この新しい MacBook Pro にしました。で、まあこのパソコン、まあ、これ Apple のサイトなんですけど、まあ、これと同じものを頼んだと、MacBook Pro で、まあ、こんな感じになってて、まあ、スペックがまあ高いと。で、この Pro で行くか Max で攻めるかってこうあるんですけど、自分はこの M1 Max こっちの方にしました。で、これは、最大 64GB のユニファイドメモリ。もうこれ恐るべき、もうまさしく怪力をプロにってあるんで、もうモンスター級のノートパソコンになってると。こんな感じで、64GB のユニファイドメモリで 4TB の SSD にしました。で、結構大きめの画面で作業したかったんで、この16インチの MacBook Pro を選びました。今ちょっとこれコンセントに繋いだんで充電してみましょう。おお、こんな感じで赤くついてますね。うん、これ充電完了すると黄緑色になるのかな。ちょっと開けてみます。きた、うわすごい、なんかついちゃったついちゃった。どうやって飛んだこれ、これどうやって飛んだ、こうか。うわ、画面でか。うわ、こんにちは。これあれですよね、この文字結構昔の Mac のこれ確か文字をこうもじってる感じですよね。おしゃれですよね。うわー、っていうか画面めっちゃ綺麗。こうカチカチここが押せるんですけど、前の MacBook あれもここが押せない、もうボタン壊れちゃったんですよ。我ながら変な環境でやってたなと思います。しかも2年ぐらい、もう MacOS にはボイスオーバーと呼ばれるスクリーンリーダーが内蔵されています。まあこんな感じで今設定をしてるところです。もうこの時点でまずキーボードが結構打ちやすいですね。で、ここ画面が広いんですよね。だからこの無駄な縁というか、この黒い部分がすごい少ないです。ちょっとせっかくなんで、ここに2つ並んでるんでいろいろ比べたいと思います。まあ、これ大きさは
こっち13インチでこっち16インチなんで、こっちが大きいのはまあ当たり前なんだけど、厚みはちょっと増してますね。このディスプレイ分ぐらい厚みは増してます。なんか四角さというか、こっちはこううっすらこうポコッとなってるんだけど、ここがこっちは完全にフラットみたいな感じになってますね、はい、で裏面はまあこんな感じ、こっちはこんな感じだったんだけど、この新型の MacBook Pro の方はこんな感じになってますね。なんかめっちゃかっこいいですね。ここに MacBook Pro の刻印がしてあります、はい、いやすごい。ちょっと開けてみますか。開けてみるとまあこんな感じになってると。でやっぱディスプレイ、めっちゃ綺麗です、うん、こっちでも結構綺麗だったんだけど、なんかなおさら綺麗になってますね。でさっきも言ったんだけど、こっちは13インチで、こっちは16インチなんで、この画面の大きさが全然違いますね。やっぱ広い方がいろいろウィンドウを自分こうバラバラとこう開いて、なんか見比べながらやったりもするんで、この画面がでかいに越したことはないということで、この16インチにしました、ここわかりますかね、このベゼル。こっちだとこれぐらい、この黒いエリア、これディスプレイじゃなくて、なんて言うんだろう、もうただの枠みたいな、この黒い枠がこっちだとこんな感じで、もう薄いんですよね、このベゼルが。なのでもうここまで画面になってると。下も同様、半分ぐらいになってますね、このベゼルが。この画面も大きいし、この映る範囲というか、このいろいろと表示できる部分も広くなってます。これは素晴らしい。ちなみにこのデータ転送めちゃくちゃ早いんですよね。これここに YouTube のサムネイルのデータがこうあります。これをちょっとこっちに移してみたいと思います。これコピーしてこっちにペーストってやると、もうこんな感じで、はい、もう一瞬で今ここにデータが出たんですよ。こっちのデータをこっちに移すのもすごい早いです。こんな感じでもうパソコンこっちで開けちゃうんですよね、サムネイルのデータを。いやこれめっちゃ便利です。これはちょっと愛用したいと思います。こっちに入ってるデータをちょこちょここっちにも入れないといけない、まあちょっと引っ越し作業みたいなのがあるんですけど、これだけでちょっと自分の場合はこと足りそうです。前まではケーブルとかでつないでいちいちやってたんだけども、これエアドロップなのかな、一瞬でデータ転送できます。これはマジで素晴らしい。しかもめっちゃ早いです。これこっち使ってると分かるんだけども、反応速度がもう段違いですね。めっちゃヌルヌル動く、ストレスなく。前までちょっとこっちだとこう画像動かそうもんなら、もうパソコン動かなくなったりし普通にしてたんですよ。いやこれフォトショップで、これは素晴らしい。まあフォトショップはあくまでこう画像を編集したり、まあするものなんだけど、自分はこの動画編集、こと動画編集となるとこのプレミアプロっていうソフトを使ってるんですよね。これで皆さんにいつもご視聴していただいてる動画、これをこう作ってると。でですね、この古いパソコン、こっちでやってた時はちょっとこれ見てほしいです。ちなみにこれ 4K で撮影した、昔出したミニミニ機関戦車トーマスっていうフィギュアをプレゼント企画で入手した時の、ちょっと嬉しかったんでこれ動画を撮ったんですよね。でこの動画、このフィギュアの魅力をこう伝えたいために 4K で撮影したんですよ。で、あの 4K の素材をこう編集してたと、このプレミアで。でですね、このパソコンでもう 4K の動画を編集しようもんなら、これ分かりますかね、この短い間でこうやるだけでも、こうタイムラインっていうんですけど、ここタイムラインをこう移動するだけでももうカクカクしてたんですよ。これにもうちょっとストレスを抱えてたんだけど、こっちはもうこんな感じでぬるぬる動くんですよこっちはもうちょっとこんな感じでカクカクしちゃうんだけど、もうこんな感じです。もう爆速、もうぬるぬる動くんで。でこの自分にとって、一番、この動画編集で苦痛だったというか、まあ一番時間がかかってた作業がエンコーディングと呼ばれる作業ですね。要はこの作った動画を最後書き出してあげる必要があるんですよ。で、書き出す時もあの 4K で綺麗に書き出したいんで、これ高品質の 2160p の 4K、 この 4K 書き出しをやってあげて、最終的にこの動画を書き出す必要があるんだけど、その時かかってた時間がですね、これでもう実際に書き出してやるんだけど、これ1時間とかかかってたのかな。あ、出ましたね、はい、今これ1時間9分って出てます。なので、動画を最後生成して YouTube にこうアップするっていう作業があるんだけど、それまでに、最低1時間はかかってたと。
じゃあちょっとこれ、こっちだとどれぐらいかかるのか、ちょっと実際にやってみたいと思います。これで書き出し、メディア、全く同じ作業をやります。でこっちも 4K にして、書き出しとするとですね、はい、ここに今動画の書き出し時間出ました。これやばこれ残り4分って出てます。1時間かかってた作業を4分で終わるっていう、これやばくないですか。爆速すぎる。でちょっともうなんやかんややってるうちにもう今3分ってなっちゃってるんで、これ早いな。もうあと3分40秒で終わっちゃいます。でこっちはまだ1時間2分でですね、この待ち時間に自分こういうサムネイルとかを作りたい派の人間なんだけど、このプレミアを動かしてるときはさっきの画像編集ソフトなんてこう動かそうものならもうパソコン動かなくなっちゃうんですよ。でこのエンコード時間ももう1時間だけじゃもう済まないと。なのでエンコードしてる間はもう無理です、動かせないんですよ。でこっちだともうこうエンコーディングしながら、さっきのこれをグリグリこんなこのサムネイルを作ったりもできるんで、いやこれはもう素晴らしすぎる。うん、これちょっと聞こえるかな、ちょっと聞こえづらいかもしれないんですけど、すごいファンが鳴ってるんですよ。ただですね、こっち何にもファンも何も回ってないです。もうほぼ無音無音で作業できるっていう。であと消費電力もすごい抑えられてるらしくてですね、まあ、今エンコーディングもう半分ぐらいいってるんだけど、まだバッテリー 100% のままです。この省電力化もかなり進んでるようですね。やっぱこの4年というこの月日はこのパソコン業界でいくともう天と地の差があるぐらい、もう差が全然もう歴然ですね。まあちょっとこんな感じで今サーモグラフィーのこの映せるこのカメラで映してみてるんだけど、結構白くなってるのが分かります。暑いんですよね、ここが白い分こう暑いんで。でこっち、こっちもまあこの辺は白いのかな、けどこの白い範囲が全然違いますね。あのパソコンの発熱もあの抑えられてると。まあちょっとなんやかんややってるうちにもうエンコーディングが終わりそうです。ちょっとすいません、撮影が忙しい、早すぎて、もっと遅いかと思ってたら早すぎる。もうあと20秒ぐらいで終わっちゃいます。なのでですね、今まではこのエンコーディング中にもう何もできなかったんですよ。ただこっちだとエンコーディングしながらもうサムネまで作れるんで、この動画をアップロードするまでの時間がかなり短縮できます。こっち1時間でこっち5分なんで、うん、5分っていうかこれもう4分ぐらいだったかな。でもう今 99% で終わろうとしてます。残り1秒、でもビデオの書き出しが終了しました。こっちだとこんな感じでまだあと58分も残ってると。いやこれはもう素晴らしいの一言です。あでですね、あのこれ、今まではこのパソコンは USB-C のポートが 1,2,3,4 でここにあのオーディオのこのイヤホンとかのジャックがブスッとさせる、それしかなかったんですよ、このポートが。それがですね、こっちはまず USB-C が 1,2,3 この USB-C のポートが3つと、でまあさっき言ったあの電源のジャックですね、磁石でカチッとできるやつ、これがついてる。でですね、ここにあの HDMI のポートと SD カード用のこのポートがあるんですよ。これも素晴らしい。っていうのもいつもこんな感じでまあ撮影をするじゃないですか、動画の撮影をして、あのこっちって USB-C のポートしかなかったんで SD カードをなんか変換させるアダプターみたいなのをつけて読み込ませてたんですよ。ただこっちはもうこれ SD カードをこう抜いてこうただ挿せばこれに読み込めちゃうという、変換するものを持ってかなくてもその場でこうデータをこっちに移せちゃうっていう、もうこれよくやってくれたなと思いますよ。 Apple さんって無駄なものどんどん省いていくじゃないですか、 iPhone しかり iPad しかり、無駄なもう一切排除していくこのアップル社がこの SD カードをこうつけてくれたっていう、もうこれ英断ですね。もうこれ正直自分みたいな動画編集をこうやってる人間にとってはめちゃくちゃありがたいです。でまあこれとこれ比べて廃止されたものというと、ここのタッチバーですね。個人的にこのタッチバーすごい使ってたんだけど、タッチバーは廃止されちゃいました。まあないならないでそんなに不便ではないんで、まあ、そのうち慣れると思います。でここにあったこの指紋とかやるやつ、ここですね、それもここにあるんで、うん、電源ボタンとこう一緒になってるこの指紋リーダーみたいなやつ、
これもついてる。うん、これは良かったです。まあ、それ以外は、なんかキーボードも打ちやすいし、こっちよりもなんかキーボード盛り上がってるんですよね。うん、ちょっとわかりづらいけど。こっちよりも2倍ぐらい上に浮き出てるというか、うん、これも個人的には打ちやすいんで、良かったなと思います。はい。てな感じで、今回は、この Apple 社の M1 Max 仕様の MacBook Pro を、紹介しました。こっちのパソコン、前使ってたパソコンも補助的にこう使ったり、まあ、出張行くときにこれに動画データ入れて編集作業とか予備的な使い方していきます。ただもうメインはこっちを使っていきたいと思います。もう今回さっきやってみて、そのエンコーディングがやっぱ一番衝撃でしたね。1時間かかってた作業がもう4分5分でもう終わっちゃうんで、これはもう仕事効率化以外の何物でもないですね。この YouTube ももちろん、ちょっとイラストとかデザインとか、まあ、3D とかもちょっと手を出そうと思ってるんで、そういう作業にも使っていきたいと思います。で、この YouTube に関しては、今までできなかったこの 4K で撮影して、もっと綺麗な動画を視聴者さんたちに届けたいと思っていますので、これからもこのわさびチャンネルよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回は新しい MacBook Pro の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。それでは。